ゃった。あげてみよっかな、クレマ。はいで。これじゃあ俺が座るから、クレマにはこっちのいつものやつあげる。はい、どうぞ。はい、そして今日はリクエストに応えて夏用のお洋服を着せて出かけてみました。ちょっとボサボサだからね。ちょっとあんまりお洋服も似合わないかもしれないけど、クレマ。お洋服着て出てみたらね、いいかいいか。よし、じゃあ早速食べてみましょう。今日は前回行ったところとは違っ
てイエンセンさんに行ってきました。はい、イエンセンさんはよし、あ、とりあえず食べていこうか。今日はね、3つ買ったんですけど、前回ちょっとね、私365日さんのパンの名前覚えられなかったので、今日はちゃんとレシートを持って帰ってきました。それでも近いか。これまあ、ちょっと離れるよ。よいしょ。よいしょ。ちょっとパンをセットしましょう。よいしょ。よいしょ。うすごい。 OK、 準備できた。じゃんじゃーん、じゃん。こちらが今日買ったパン、一つが、ね、あれレシート、あ、こっちが、あ、クリームコーン、ディピキアスで、右のがエイブレフィスクっていうね、ちょっと聞き慣れないデンマークのパンですね。じゃあ早速食べてみます。クレマにもちょこっとだけカリッとしてるのを一回しよう。はい、はい、ごちそうさまでした。じゃあちょっと食べてみるからね。どうかなって、まあもう美味しいの知ってるんですけど、前回食べてないエイブレフィスクを食べてみましょう。でもう一個買ったトスカケーは要冷蔵のケーキみたいな、ケーキなのかな、だったんで今ちょっと冷蔵庫入れてます。パン食べ終わったらまた持ってきます。いただきます。うん、私デニッシュが大好きだから、ここはデニッシュ生地なのかな。すごく美味しい。うん、ここのパン大好きだな。美味しい。これも、うん、ずっと見てるね。もうちょっとだけあげよう。ちょっと悪そうなもの、砂糖とかなさそうなとこね。はい、ごちそうさまでした。じゃあ私も一回ご飯パンを食べて、またね、食べ終わったらもう一個ケーキ持ってきます。すごいクンクンしてるじゃん、すごいクンクンしてるじゃん。続いて名前がじゃんじゃん、これがトスカ系、名前違ってたらごめんなさい。多分これがトスカ系だった気がする。じゃんじゃん、これ要冷蔵デザートっぽい。ちょっとじゃあこれも食べてみます。美味しいかな。これね、ショーケースに入ってますね、ケーキみたいに。あ、思ったほど甘くない。うん、結構さっぱりしてる。コーヒーないと食べれないかと思ってコーヒー多めに残しといたけど、うん、これもケーキっていうよりはパンじゃないけどパンに近い。うんうん、でもパンっぽい。うん、ナッツ系が好きな人は大好きかも。クレマ、これはさすがに食べれない、ごめんね。じゃあクレマさん、また美味しいお店探してこうね。また見てください。バイバーイ。